はい、どうも皆様、おはこんこん、どうも宗介です。龍が如くパート7やっていきたいと思います。でね、とりあえずは能力強化やっていきましょう。まあ順番に上げていきたいと思います。心ね、合体の心得。そして、どうしましょうか。まあ体力強化でいいかな、とりあえずは。まあこれでいいでしょう。お、OK。でね、バッカス？バッカスに行けって感じでしたよね、多分。だからね、まあとりあえずバッカスに行きたいかなと思います。で、ユウヤがね、なんか、やってこいみたいなね。なんか俺の女がみたいなこと言ってましたけど、まあそれはまあ、そのうちでいいかな。こっちか。でね、まあとりあえずバッカスの近くまで移動しちゃいたいと思います。はーい、ってことでね、このヤクザ倒しました。じゃあね、バッカスに行きましょう。ここですね、バッカス行きましょう。ミレミアムタワーとか言ってましたね。バッカス、これはいけねえな。バイオハザードみたいになってますね。やばいことに。お、ゆうやから電話来てますね。ゆうやです。キルさん、来るのが遅いから、俺の彼女の舞台終わっちゃいましたよ。キルさんに紹介したかったのに、ほんと残念ですよ。じゃあ、また機会があったら誘いますから。トゥートゥートゥー。あ、まあ、いっか。あの女は別にもうどうでもいいですね。ってことで、ここ出るかって言ってましたよね。またイベント始まりましたね。よかった。かわいい。さっきのイベントの女の子ですね。あら、かわいいワンコ。よっしゃー！あ、どうなんだか！内臓いったっしょ、今の！残酷だなぁ！もう早くとどめさしちゃえよ！じゃあ次俺な！やめて。やめてよ。うわぁ！やったん！おい、大丈夫かよ！なに？あんた。俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。はぁ？運が悪かったんだよ。お前らは。そう？すんごい数ですね。運が悪いのはおじさんの方だよ。さあ、町の不良を縛っていきますよ。おー、いろんな武器持ってますね。あとね、あのスウェイのやり方を学びました。で、そのL2ボタン、L1 ボタンじゃなくて R1 ボタンかな、を一緒に押さないとダメってことを知って、まあよかったと思ってね。いやー、でもすごい量ですね。でも女の子可愛いですね。さあ、行
過ごしよう。さあ、こいつ体がごっついですね、ほんと。どう？お茶合うか？こいつを先に潰すか？知恵はこの通りできるようにしました、うん、これはそのうちね大事になるってことは知ってるんで。さあビルクルをしばきますよ。えい、まあそんなに強くなかったですね。町の不良ですから、うん、まあそんなに強くても困りますけどね、うん、まあ余裕ですね。普通に生きてますけどね。ちょ、なんだよおっさん。何ももらえなかったんですかね。まあ、経験値ぐらいかな。うん。ワンちゃん、今の絶対痛いしな、あんな石ころね。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ。え？探してるんだろ。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか？じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥、お前じゃない。おじさんは？ああ、桐生。桐生一馬だ。ねえ、お願い。この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。犬を助けるってことでね、ワンちゃんを助けてあげましょう。それにしてもかわいいですね、はるかちゃん。僕ちっちゃい子には目がないんでね、まあそんなそう言うといやらしく聞こえるんですけどね。じゃあね、きっとドッグフードみたいのを買ってくればええと思うんで、まあそれを買うって戻っ買うところまで買うところまでカットしたいと思います。はーい、ってことでね、まあドッグフードが売ってるのがドンキホーテらしいんで、ドンキホーテやっていきたいと思います。思いっきりドンキホーテですけどね。まあ売ってるんじゃないかな。ん？こっちへ行かれないのかな。こっちかな。ん？ドンキホーテ。はーい、いらっしゃいませ。あざーす。どうもいらっしゃいました。売ってないんかな。売ってるでしょう。ドッグフードありましたね。一つでいいかな。は？アイテムがいっぱい。お、能力強化しましょう。まあそれも BGM が面白いですね。鉄の石、まあこれにしましょう。はいよー、ヒートゲージの基本性能がアップ。いいですね。アイテム、アイテムがいっぱい？いっぱいじゃないやんけ。まあ回復剤でも使っておきますか。うん、いらっしゃいませ。さあドッグフード改めて買いましょう。ドッグフードね。オッケー。ドッグフードは手に入れましたね。オッケー。じゃあね、バッカスじゃなくてはるかちゃんのところまでカットしたいと思います。はーい、ってことでね、ドッグフード買ってはるかちゃんのところまで戻ってきました。じゃあ行ってきましょう。はーい。高級傘とかあげたら嬉しがりますかね。ドッグフード。はい、どうぞ。お、ありがとうおじさんってことでね。うん。ワンちゃんを助けてあげましょうね。ドッグフードなんて美味しいんですかね。この子。さっき、孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分。手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。
どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと弓お姉ちゃんだけだから。弓？うん、お母さんのお姉ちゃん、いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。はい、遥かを安全な場所へってことでね。うん、きっとセレナでしょうね。セラに行きたいと思います。伊達、お、伊達さんから。どうした伊達だ。そっちの調子はどうだ？セレナには行けたのか？それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなかった。全部消されちまってた。というわけだ。何？じゃああのバッカスのマスターも。ああ、そうなんだ。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだな、わかった。ということでセレナに向かいたいと思います。じゃあね、セレナまでカットしたいと思います。はーい、ってことでね、セレナ前まで来ましたってことでやっていきましょう。もう毎回これですね。じゃあね、ここはカットせずに、たまにはね、戦闘シーンも映しましょう。うん、いや結構戦いましたね。7組ぐらい、うん、戦いましたね。お、結構こいつガードできて強いですね。さあ、すごいですね、こいつ結構やりますね。いた。いえ、木刀はダメですよ、木刀はね。こいつ貴族バット持ってる。よし、いや、厳しいよ。さあ、お、カブマある。カブマ使いますよ。オーケー。いいね。あ、あの木刀野郎消えましたね。オーケー。あとこいつだけ。太田ってあそこにもいましたよね。あの、登場会のところにもね、登場会ホームにもいましたね。同じやつかな。でも同じやつっぽい。まだ生きてたんですね、こいつ。オッケー、楽しい。本当戦闘シーンがめちゃめちゃ楽しい。うん。さあ、もうはるかちゃんを置いて何回戦わさせられたか、本当。さあ、セルナ行きましょう。エレベーター乗ったら行きますよね。行き過ぎ。Q さん、そんな焦らなくても。さあ、2階行きましたよ。はい、セレナ着きましたよ。レーナ、この子。お、伊達さんっていう刑事から電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行ってくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。ああ、様子を見ようってことでね、様子を見てあげましょう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。ああ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき、弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。孤児院に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ、弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたのか。うん。そして、母親の姉は、ユミ。どうかしたの？お前のお母さん、
名前は何て言うんだ。水木。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探しているところだ。ユミのことも。ハルカ、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私、知ってるよ。アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に、私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえ、おじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。いやー、あのはるかちゃんの笑顔最後のね、可愛かったですね、ほんと。おう、ポチ、ポチ元気か？はるかちゃんなんかすごい格好してますね。どうした？おじさん、すぐにアリスに行ける？いや、ちょっと準備しましょう。準備してくる。了解ってね。じゃあね、今回はこれ辺にして、次回からアレスですか？にやっていきたいと思います。今回はね、はるかちゃんと合流っていうか、合流っていうかね、はるかちゃんに会って、何ですかこの格好は、誘ってるんですかね。まあね、そういうことで、また次回やっていきたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。そうすけでした。また次回楽しみにしておいてください。それではね、さようなら。